。エミリー・メイ財団ってみんな気になっちゃってる？何者で何をやってるのか。まあざっくり言っちゃえばオズコープ関連団体。そう聞くとやっぱ萎えちゃうよね。でも責任者のマリー・オズボンの評判は上々。なんたって私が大ファンの価値研究者を雇ったし、の養蜂家のヤング博士、黄金崩壊症候群研究の第一人者で。スパイダーヘルプが必要みたいだね。うん、計画練りまくったんだ。ヒントにスクリーンにアートに人に全部完璧じゃなきゃ絶対ダメだし。落ち着いて手伝うから。何があったか説明してゆっくりね。ごめん、ある人をホームカミングに誘いたいんだけど。すごく特別な人だし、花とかチョコじゃつまんないだろ。それでスクリーン用意してメッセージ打ちそうと思ったんだ。でもジェネレーターが壊れてさ、貸してくれたやつも連絡つかないんだ。マジで詐欺。任せて。ありがとう。レイノルズレンタルって店から借りたんだ。住所送るね。オッケー。高値がつけた。いただくぜ。文句ねえな。普通のレンタル取引じゃなさそう。おい、何にシャワー浴びてねえんだっけ。手に勝てるやつはいねえ。妙なやつはとっ捕まえる。こちらはおしまい。店員に話してみよう。ありがとう。気にしないで。配達の遅れを調べるよう依頼されてさ、これで原因判明。ああ、それだけど配達はしたいんだが、クズどもがだいぶ傷つけちまってな。修理に何週間もかかりそうなんだ。依頼主に伝えてくれ。わかった。BJ に悪い知らせを伝えなきゃ。どう？いい知らせ？知らせはあるけど、ジェネレーターは壊れちゃった。待て、きっとまだなんとかできるよ。とにかく戻って。僕に考えがあるんだ。ジェネレーターは壊れたけど、学校に予備はないの？屋上にジェネレーターはあるんだけど、あれはパワーありすぎでさ。ヒューズが飛んじゃうか。もっとパワー弱いのならどう？低周波電圧のジェネレーターで。君のその電撃流せばきっと問題解決。理論的にはね、感動させるよ。感電は勘弁してよ。そのジョーク、友達が気に入りそう。見つけたけど、オフになってる。ねえ、それならうまくいくはず。それじゃあお願いできる？ビリビリってさ。電圧はバッチリ。あとは1階に送電するだけ。やったね、やっぱり頭いい。電力コネクタをつなげてみる？古い回路を通っているみたいだ。
よし、電気工学専攻も悪くないかも。死ぬほど感謝してるよ。そうだ、名前改名したらグレートエレクトリックスパイダーとかどう？どうも、でもスパイダーマンのままでいいや。ああ、テキスト来た。向かってるって。ああ、まだ行かないで。力貸してくれない？隠れて。BJ からメッセージ。え、ホワイトボード？ったく、BJ 何企んでる。おい、ちょっと待った。これ初デートで教えてくれた方程式。勉強セッションというより勉強デート。ねえスパイダーマン、今のが最初のヒント、ひっくり返して、うわぁ。オッケー、こっちに行けってことね。ヤッホー。オッケー、これは何？ああ、俺らが初キスした時に見てた映画じゃん。ヨセブリッジにリップバーム、散々だったけど最後のキス。スパイダーマン、ポスターが引っかかってる。ねえ、引っ張って。おBJ はきっと中庭だな。いよいよネタ明かし、告白見届けてよ。BJ、 お前だってことはバレバレだったぞ。君は僕にとって特別な人だよ。それに君の特別な人でいられて本当幸せなんだ。大好きだよルーカス。それで僕と、ホーム？あれ、ちょっと待って。大変、助けてあげないと。チェーンライトニング。ホームカミング。ああ、ビジェ喜んで。お揃いのスパンコール着る？もちろん。危なかった。スパイダーマン、お礼がしたいから降りてきてよ。おかげで大成功だったよ。おい、嘘だろ？スパイダーマンを巻き込んだの？マジで最高。恋のキューピッドだしね。ホームカミング楽しんできて。すぐに見つかるよ。追跡チップもあるしさ。ああ、ただこいつ反応しないんだってさ。なら時間かかるかも。オッケー、すぐ行くよ。どうやって見つけろってのさ。いや、トイドローンをなくしたって？トイじゃなく本気のやつなくしたの。卒業プロジェクト用にドローンで空撮してたんだ。探したくても信号が途絶えた場所が、X 座標に 90、 Y 座標に42メートルで、北東にあるビルだよ。お願い、提出金曜なんだよね。そうだった。え、知ってんの？ほら、スパイダーマンは噂聞くでしょ、みんなから。お、なるほどね。探してくれるの？うん、
屋上で引っかかったんだよ。学校の発想の角にある高いビルを調べて。ドローンは近くにあるはず。あった。データが破損してるよ。カメラはつかないけど再起動中。やっぱりありがとう。ねえ、どうせ上にいるし学校の写真撮ってくれたりする？お安い子よ。屋上からスカイブリッジを撮って。頼める？あなたマジでセンスある。もう何枚か頼める？学校のそばに2つある超高いビルから写真撮って。 OK。 高いビルに行ったら写真を2枚撮る。余裕だね。卒業プロジェクトをビデオクラブの勧誘ビデオに流用するのか。これ見たら新入生も感動する。間違いないね。これ絶対生徒が気に入る。それじゃあ次は生徒の日常を撮影するのを忘れててね。お願い、3枚撮れば終わりだからさ。撮りたいのは e スポーツチームにドローンクラブに、あとは音質。鳥たちが南に向かい始めた。
超いい。このショット上振れしまくりだね。私ゲーマーじゃないの。温室なら屋上で日向ぼっこしてる。マジ完璧。考え事するのにもってこいの場所。植物って落ち着くよね。
ドローンクラブなら外でドローンを飛ばしてるはず。フットボール場？一巡りしてくれる？私たちのいる屋上から飛行を始めて。オッケー。いいショット狙ってみる。空中ね。よし、行くぞ。お、結構早いな。当然。おしまい。あなたのおかげで最高の勧誘動画が出来上がっちゃった。10時間の編集作業なんてしてくれないよね。それはプロの編集スタッフに任せたら。ランスが？どこ行ったんだろう？犯人は？わかんない。でもあなたなら必ず見つけられる。今週起きたことに比べれば序の口。探すよ。どうかした？ランスが誘拐されたんだ。ミッドタウンにね。明日その学校と大きな大会があるんだよね。まさにそこだよ。書き置きにも書かれてる。多分スチュアートビルのことだけど、屋上に行けなくて君を呼んだんだ。そっか、調べてみる。RJ の野郎、扉閉めればよかった。バッチ忘れたとこ行くか。待った、スチュアートビル？なんでミッドタウンの生徒がランスをあそこへ？もう見つけたの？まだだよ。ねえ教えて。
なんでスチュアートビル？うちの生徒がスチュアートロボティクスエンジニアリングのコンテストで勝ったんだ。ミッドタウンにね。ミッドタウンはそれが気に入らないってことか。ランスを取り戻したらもっと怒りそう。ここで会ってそうだな。ミッドタウンの科学クラブはいたずら好きで有名。また RJ の書き置きだ。 OK。 UV ライトを壁画に当てればランスの居場所がわかるかも。光線の角度を変えられるかもな。あの古い箱、どかしても怒ったりなんてしないよね。やっぱりね、マイノリティアーティストは同類の集まり。そして次のヒントはアラバンドと共に。マイノリティアーティストか。アートといえばヘイリー。電話してみよう。ランスを探してるんだって。もう見つけたの？まだだよ。ミッドタウンに手こずらされてる。手を貸してくれない？写真送るね。マイノリティアーティスト、同類の集まり。ロドニーと3丁目にマイノリティの壁画があったはず。アラバンドの意味はわからないけど。ありがとう、今度お礼する。ありがとうで十分だけど、コーヒーはいつでも歓迎。任せて。メッセージが隠されてるのはどれ？進展は？もうすぐ見つかりそう。多分ね。ミッドタウンが街の壁画にヒントを隠したんだけど、ロドニーと3丁目の交差点でヒントを探してるとこ。なんだっす、アラバンドの絵？なるほど。アラバンド？ミッドタウンのヒントにあった。それ誰？学校が生んだ天才芸術家で、パリの美術館の研究員。同じレベルの卒業生がいなくて妬んでる？競争の中、戦いは膠着状態だ。だが彼女の覇者が次期勝利をつかむだろう。ああヘリー、ヒント見つけたよ。写真送った。彼女の覇者か。別の壁画のことなら、ウィリアムズバーグの北にある壁画ね。それって先週ミッドタウンとチェスの試合した場所？そう、地区大会ステイルメイトで終わったって。なるほど、道理で敵むき出しなわけだ。目に行ってみる。今度は壁画が2個？あいつら意地でもランスを返さない気なんだ。でもブルックリンビジョンズにはスパイダーマンがいる。赤と青の旗か。経路が2つってこと？
道具手に入れたの？これかなり手が込んでるかも。っていうか、冗談抜きですごすぎる。経路は2つあるみたいだ。ミッドタウンも結構やるね。かなり念入りって感じだな。山ほどあるだろう。情報が足りない。待った。二つ目が光らないな。何か見落としてる？パンチだ。やったね。次の目的地はメイン通り1121か。きっとここにランスがいるはず。ああマイルズ、それで？ランスの居場所分かった。メイン通り1121。見つけられると思ってた。ここにいるの？この中はどうかな？ライオンのランス。それじゃあお家に帰ろう。それで誰が RJ？ スパイダーマン？あいつらチートしやがって。はあ？スパイダーマン？自分たちじゃ解けませんって？謎解きは楽しかったけど、ランスは連れて帰るよ。どうだった？今戻るとこ。お友達と一緒にね。ランス見つけたんだ。それで無事なの？ランスならピンピンしてるよ。ガレージに入れられてたんだ。埃っぽい場所だったし、お風呂に入れてあげて。とにかくみんな待ってるよ。今行く。ランス、スパイダーマンのおかげだね。ランスおかえり。見つかったの？スパイダーマン、本当にありがとう。試合にも間に合ったよ。届いてたから、すぐにでもみんなにシェアしたくて。読むね。ダニカへ。最近は注目ニュースを取り上げることが多いけど、もし時間あったら
この番組で感謝を伝えさせて。私は BVA の4年生、スパイダーマンが助けてくれたおかげで映像の卒業プロジェクトで A を取れたの。もう嬉しすぎてハムスターに彼の名前つけちゃった。最近大変なはずなのに、助けてくれたことがすごくありがたくて、時には小さないいことが大きな実になる。読んでくれてたら本当ありがとう。感謝を込めてオデッセイ。あーオデッセイ、こういうエピソード大好き。小さなことでも大きな変化を生むよね。ってことで私からみんなにお願い、今日小さないいことをしてみて。誰かを褒めたり、友達にコーヒーごちそうしたり、隣の駐車メーターにコイン入れたり、なんでもいい。大きな身になるかも。いい感じでしまったんじゃない？周りの人を大事にね。みんなで支え合おう。ヘイリー、どうしたの？ブルックリンビジョンズでのお手伝いのお礼に、みんなであなたにプレゼントを用意したんだって。嬉しいけど、プレゼントは受け取れない。すぐかけ直す。見つけた。簡単に動かせそうだよね。ウェブを使おう。隠れても無駄。前に住んでた家の金庫を見つけたな。ペントハウスに住んでたの？ブラウラー始めたての頃、フィスクに雇われてた時にな。フィスク、そう目くじら立てるな。鍵をもらった日のことを覚えてる。兄貴にいいとこ見せたくて仕方なかったんだが、事情を知ってた兄貴は俺を恥じた。父さんはいつだっておじさんを愛してたよ。ありがとうマイルズ、そう思える日が来るといいな。はあ、おじさんと父さんのことは今も謎だらけ。他の話も聞きたいな。ごめん、何だったっけ？ブルックリンビジョンズでのお手伝いのお礼に、みんなであなたにプレゼントを用意したんだって。嬉しいけど、プレゼントは受け取れないんだ。ハグならありだけど。はは、ハグもいいけど、このプレゼントは絶対役に立つはず。時間あるとき屋上庭園に寄って。